シオン賢者の議定書、シオン賢者の議定書、シオン賢者の議定書は、秘密権力の世界征服計画書という触れ込みで、広まった会話形式の文書。1890年代の終わりから1900年代の初めにかけてロシア語版が出て、以降、シオンの議定書、シオン長老の議定書とも呼ばれるようになった。 ユダヤ人を貶めるために作られた本であると考えられ、世界中の反ユダヤ主義者、特に国家社会主義ドイツ労働者等に影響を与え、結果的にホロコーストを引き起こしたとも言えることから、史上枠の偽書、史上最低の偽造文書とされることもある。この文書は1897年8月29日から31日にかけて、 スイスのバーゼルで開かれた第1回シオニスト会議の席上で発表された、シオ24人の長老による決議文であるという定裁をとっている。そして、1902年に、ロシア人の反ユダヤ主義者により劣造されたと思われる。1920年に、イギリスでロシア語版を英訳し出版した、モーニングポストが未ロシア担当記者が休止したため、そのエピソードがこの本に対する、 神秘性を加えている。歴史家のノーマンコーンの説によると、議定書が最初に世に出たのは、サンクトペテルブルクの新聞、軍機、ロシア、語で、1903年8月26日から9月7日、ユリウス歴にかけて短縮版がムラジされたものである。軍機の編集長はハン・ユダや活動家のである。しかし、一般的には量販された。 議定書の最初の観光者は、ロシアの神秘思想家、セルゲイ・ニルスなる人物とされている。同人名義による版は広く量販されたが、発行日が1902年から1903年である。ことから、実際には、この当時に、ロシアで書かれたものと思われる。その書物、希少なるもののうちの偉大、政治的緊急課題としての反キリスト、税、税大パン。 の出版は1905年の秋とされている。この書物は、ロシア皇帝ニコライ2世に献上するために、作成されたと考えられている。これは、当時反シオニズムを掲げていたロシア帝国内務省、警察部警備局、オフラーナによる議書であると断定されている。オフラーナ在パリ部長のがなる人物の別荘を、家宅捜索した際に、得た書を改ざんしたものに、 ニルスの序文を添えただけのものであった。ラチコフスキーが改ざんを行った目的は、ロシア民衆の不満を皇帝からユダヤ人に向けさせるためにこの本を作成したともされる。しかしラチコフスキーの目的は、エリドシオンのシオン、サイオンとシオン賢者のシオン、ジオンがロシア語では同じ綴りになるということを利用して、間接的に議定書の出資をエリドオンになすりつけることにあったのでは、 ないかと言われる。議定書の普及には、近代新知学の信奉者などオカルティストたちが、積極的に動いており、最初に、フランスからロシアに持ち込んだのは、新知学とのロシア人女性であったと言われる。新知学や、ルドルフ・シュタイナーの神知学では、しばしば闇の勢力の暗躍が語られており、そうした土壌の上に議定書は普及し、多くのオカルト結社やその周辺で、 闇の勢力とは、ユダヤであると言われるようになり、ユダヤ陰謀論が盛んになった。こうした中、1905年1月21日には、ロシア第一革命につながるゼネラルストライキが発生したが、同年12月、ユリウス歴にはすでに、議定書の完全版を収録した、諸悪の根源、ヨーロッパ、とりわけロシアの社会の現在の無秩序の原因は、なへんにあるのか。 フリーメイソン世界連合の新旧議定書よりの抜粋という冊子が発行されていた。これは革命派、社会主義者の暗殺とユダヤ人虐殺を目的とした極端体黒100人組の創設メンバーである GV v ドミが発行したものと推測されている。このように議定書は出所も作者も曖昧だが、後年、いくつかの状況証拠から、いずれにせよ当時フランス国内で、 情報活動を行っていたロシア秘密警察の幹部が部下に命じてパリで劣造したものと見れている。この文書はすでに発行されていた著仏語、1864年との表現上の類似性が指摘されている。地獄対話はマキャベリーの名を借りてナポレオン三世の非民主的政策と世界征服への欲望を当てこしたものである。 シオン賢者の議定書は、地獄対話の内容のマキャベリ、ナポレオン三世紀の部分をユダヤ人に置き換え、大量の過失を行ったものとされる。また、議定書のある一章は、ドイツの小説家が1868年に出版し、1872年にロシア語に翻訳されたという小説が元ネタである。現在、大英博物館に、 最古のものとしてロシア語版のものが残っている。また、ウンベルト英語は、出典の多くが有名な大衆小説にあったと指摘している。ロシア革命によって、日本を含め世界中にこの文書は広がった。このことは1921年8月16日から18日にかけて、英史、タイムズが報道を行った。報道の中で、コンスタンチノープルの記者は表紙に、 ジョリーと印刷された古本が議定書の元ネタだと暴露した。タイムズの編集部は大英博物館に保管されていたマキャベリとモンテスキューの地獄での対話と本書とを比較してその正体を明らかにした。この報道のため英国では熱は冷めてしまった。アメリカでは1920年自動車王ヘンリー・フォードが所有する市場でこの文書の連載を始めた。 秋にはという書籍としてまとめられ出版する。この本はアメリカ国内で約5 0万部を売り上げ、さらに16カ国語に翻訳された。1927年周囲の抗議や訴訟などを経て、フォードは内容を否定し、本の改修に同意する。ドイツでも反ユダヤ主義の運動において積極的に利用された。アドルフ・ヒトラーは我が闘争の中でゾクッとするほど、 ユダヤ民族の本質と活動を暴露している多くのユダヤ人が無意識行っているかもしれないことがこの書では明確に述べられているとこの書に基づいてユダヤ人を批判した。ヒトラーはこの文書での秘密の暴露がどのユダヤ人の頭から出たものであるかどうでもいい。それ、議定書は偽書であるとヒトラーはユダヤ資本と考えていたは繰り返し世間に苦情を伝えているが それこそがこの書が本物であるという証拠であるとしてり、文書の出自自体を問題にしようとしなかった。ナチスドイツ政権成立後、ナチスはユダヤ人への迫害政策を継続的に行い、最終的にホロコーストを実施した。1918年日本はシベリア出兵を行うが、日本兵と接触した白軍兵士には全員この本が配布されていた。 グリゴリー・セミオーノフの司令部には、多くの繁ユダや主義パンフレットと共に議定書が積もれ、日本軍関係者に配布された。日本陸海軍の警備司令部にも渡り、石化対策資料として内務省へ送られた。陸軍のロシア語教官であった、樋口ち之助のが翻訳し、1919年春に秘密出版を行った。後の大連特務機関長になる。 安江範博は、シベリア出兵で武勲を挙げ、日本に帰ってくると、友人の堺将軍に、この本紹介し、訳本を出版させたり、また、自らも1924年法荒らし子のペンネームで、世界革命の理念という本を表し、その中で全文を日本に紹介した。また、海軍の犬塚惚れしげも、独自に訳本を出版している。安江と犬塚は、 満州国経営の困難さを訴えていたヒ人らと接触するうちにドイツによって迫害されているユダヤ人を助けることによってユダヤ資本を導入し満州国経営の困難さを打開しようと考えるようになったこれがフグ計画である安江のりや犬塚コレは反ユダヤ主義とは全く正反対の非誘導ソロンを展開書籍を出版することによって一般大衆や軍に ユダヤ人受け入れの素地を作ろうとした。堺将軍も非誘導ソロンの本を出しているが、安江らの影響とも思われている。また、安江の博が全文を紹介する以前の1923年、マッソン結社の陰謀及び、オ音議定書と題するパンフレットが、全国中学高校長協会の名前で教育会に配布されている。さらに、戦争が激しくなると、 旧制の中高等学校でユダヤ問題が盛んに論議されるようになった。戦前戦中は少年向け小説にもユダヤの陰謀をネタに使ったものが多数あり、一般に広がっていた。戦後はほとんど動きはなかったが、1986年、宇野正美がユダヤがわかると世界が見えてくるという本を出版し、一大ブームとなる。その後この本のオカルト的要素に惹かれた人たちが、 延々と類書の出版を続けた。近年でも晩年に、左派から陰謀論者へと転向した大田流の捕薬によるシオン長老の議定書2004年が出版された。大規模なブームこそ起こさなかったが、広くルフする反ユダヤ主義者の根強さを語る。イスラム圏においては反ユダヤ、反イスラエルの根拠として支持する動きも強い。トルコにおいてはトルコ革命後には、 西洋思想と共に反ユダヤ主義が流入し、議定書も盛んに取り上げられた。1961年には、サーリヒオズジャンが、シオニズムの目標という反シオニズムの書の中で、議定書のトルコ語訳を掲載している。イランにおいては2005年に議定書100周年を記念して、多くの新聞で特集記事が掲載された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。